3、2、1、ゴー。はい、まず肩をぐるんぐるんと回していきます。ウォーミングアップです。これからパンチ打っていくんですけれども、肩甲骨を一番使います。ですからこの肩甲骨、肩周りをしっかりとほぐしておきましょう。息を吸って吐いて、大きく大きく肩を、肩甲骨を動かしていきます。気持ちいいな。よいしょ。あ、ぐるぐる。はい、じゃあまずジャブから。バン、左ジャブ、左ジャブ。まずは軽く軽くやっていきます。最初から飛ばすと怪我の原因にもなりますし、体を温めてからやっていきます。よし、よし、よし。久しぶりの滝汗28分の有酸素運動ボクシングですね。今日は本当にいろんなバリエーションのパンチを出していきます。はい、今度右ストレート、右右右、体も使いながら、体全体を使いながらパンチを打つときに、もうこれだけの動作だったら全然使う筋肉は少ないんですけど、このきちんと腰を入れてパンチを打つ動作にしてもらうと使う筋肉が増えてきます。使う筋肉が増えた方がもちろん代謝も上がりますし、消費カロリーも増えます。だから滝痩せしてて全然汗をかかないとか痩せないとかいう人の多くがですね、本当にこれでやってますこれじゃなくてきちんと体全体を使いながら、体全体を使うと消費カロリーが上がってきます。はい、今度は裏剣です。左裏剣、今まであんま裏剣とかやってこなかったんですけど、いろんな動作を入れた方がいろんな筋肉が使えます。よいしょ、やばい、暖房つけて開始してしまった汗がめっちゃ出そうや。ガーンガーン。この拳の裏でパンチを打ちます。裏裏、よしよし、はい、今度右で裏剣、壁を殴らないように注意してくださいね。十分壁との距離を測ってガーンガーンガーン。ちなみにこれが新居に移ってから初めて撮る動画です。ガーン、裏剣、裏剣。この後ろが使われますね。二の腕タプタプが気になる人は
ぜひこの裏剣をガーン肩から二の腕に効きます。ふう、腕のシェイプにいいですね。はい、この体まっすぐ向けたまま横にアッパーを打ちます。左アッパー、ゴーゴー。普通アッパーはこう前に打つんですけど、この横に打つことによって肩甲骨を使っていきます。まあ、よくこういうねストレッチがあるじゃないですか。このストレッチの効果を狙ったこの横パンチアッパー、なんて呼ぶのかわかんないけど、やっぱりこういろんな角度にいろんなパンチを打つ。そうすると普段使ってない筋肉も活性化できます。はい、体真正面に向けたまま右に、やっぱり肩甲骨とか骨盤周りの筋肉をうまくたくさん使えた方が、痩せやすいんですね。消費カロリーも上がりますし、汗もたくさん出てきます。でもそのうまく肩甲骨とかを効率的に動かすためには、あんまりやらない動きをやった方が普段使えてないところが活性化しやすいので、効果的で効率的ということができます。いや、全然やり慣れない動きですよね。見てないところにパンチを打つっていうのが、はい、じゃあ今度ワンツーです。これは慣れた動きですね。左右しっかりとぐるんと腰を回して、ふんふんふん、あ、暖房止めたい。これって背中の筋肉がめっちゃ使われます。背中を使うことによって肩甲骨がたくさん動いて、その周りの筋肉を使って消費カロリーを上げていくことができます。はい、今度は上にパンチを打っていきます。2発左右、この上に打つ動きもいいですね。普段やらない動きです。上最近ね、こうスマホとかパソコンとかの作業が僕も続いてて、それで結構肩こりとか首が痛くなったりしてたんですけど、この肩甲骨を動かすこのパンチの運動がやっぱりその解消に一番効きますね。ストレッチとかマッサージもいいんですけど、結局この肩甲骨をしっかり使ってあげるっていうのがすごい大事ですね。はい、今度下に打ちます。ワンツーワンツー、下に、ふっ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 
き合わせ28分のいいところで、休憩時間を挟まない方がもちろんいいです。はい、今度は下に裏剣、左だけ。壁との距離を測ってね。壁を壊さないようにしてください。このパンチを打つ強度も自分が可能な範囲でやってください。運動不足の人がいきなり腕を振り回すと肩を痛めたりするかもしれないので、自分ができる範囲のスピードと強さでやってください。よし、はい、右下に、こっちの方がやりにくいな。多分左右でどっちがやりやすいとかあるはずです。とにかくいつも自分があまりやらない動きをやってあげるということが重要です。そっちの方が効率的です。あとね、よくこれは有酸素運動ですか無酸素運動ですかみたいな質問って多いんですけれども、どんな運動をするときでも有酸素性のエネルギーも使うし無酸素性のエネルギーも使うわけですね。だからそこまでこだわる必要はないんですけど、どっちも使うんで、 100m ダッシュみたいな動きであってもどちらのエネルギーも使っています。この上上が一番難しい。これはきつい。ちょっとこの動ききついんで、このきつい動きが終わったらまたいろいろ解説していきます。きつすぎて解説できない。あーすごいなこれ。今日走りに行こうと思ってたんですけど、ちょっと起きるのが遅くなって、で自宅でこういうパンチの運動をしてたら、あ、これめっちゃいいなと思って、そして動画を撮っています。この肩周りもねほぐれるし、脂肪燃焼にもいいし、もう自分の体を整えながらダイエットもできるし、筋肉も引き締めていけるので、きつい。はい、じゃあ今度左フック右フックいきます。これはおなじみの動きなんですけれども、結局この下半身をきちんと使わないといけないんですよね。下半身下半身
腰もこう動いてますよね。全身を動かします。全身の筋肉を連動させます。こうじゃないですよ、こうじゃない。きちんと体全体を使って打つと代謝が上がります。消費カロリーも上がります。これがね、なかなか説明しても難しいところですよね。こう実際に運動経験がなかったりすると、うまく筋肉を動かせない、体を動かすことができないので、それによって効果が減ってしまうと。はい、今度は今フック真横に出しましたので、肘をちょっと上に上げて、こういう形ですね。この肘が上から振ってくる。これでさらに肩甲骨を伸ばしていくことができます。肩甲骨周りの筋肉をグイッグイッと伸ばしていくことができます。この時ももちろん体全身を使います。伸ばす伸ばす、肩甲骨周りの筋肉を伸ばす。はい、今度アッパー、左アッパー右アッパー、同様に体をフルに使いながら、下半身下半身、パンチは下半身で打つとよく言われますが、この足がきちんと使えてるとすごく体重が乗っていいパンチになります。逆にこれだけだったら腕の力だけなんで、パンチ力ももちろん減りますし、消費カロリーも減ってきます。きちんと足の力、足の力、この足のこのボクシングの動きをしてるとすごい筋肉痛になるのは、きちんと足を使っているからですね。使わないと全然筋肉痛にはなりません。使って使って、はい、じゃあ今度は下にパンチを振っていきます。ワンツーフックフック、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 フン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 、ふふ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 、下に下に見て、ふんふん、もう肩甲骨周りにめちゃくちゃ使ってるのが実感できると思います。いろんな方向に筋肉を動かして消費カロリーを上げていきます。あと11セットしかないです。よし、上に、ダンスしてるみたい。ワンツーフックフック、ワンツーフックフック、めっちゃ下半身使います。はい、
今度は右に左に、ねじって体の横にパンチ。よいしょよいしょよいしょ。しっかり下半身を連動させて、さっきの有酸素無酸素のやつと一緒で、遅筋と速筋の話もよく質問にあります。で、軽い動きは遅筋が使われて、強い動きとか速い動きは速筋が使われるというふうに理解している人が多いんですけれども、軽い動きでも回数を増やせば速筋も使われます。はい、じゃあちょっとスクワットの体勢まで体を落として横アッパー、落として横アッパー、この股関節からしっかり曲げて横にアッパー。暖房つけないことをお勧めします。はい、ワンツー裏裏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 、ワンツーフーフー、ワンツー裏裏、ワンツー裏裏、フーヘイヘイ、リズミカルにヘイヘイ。で、今度は右アッパー左ロック、右ストレート、右アッパー左ロック、右ストレート、右アッパー左ロック、右ストレート、下半身も使って、ふふ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 。で、今度は思いっきり強く右ストレート、バーンガーンガーン、もちろんスピード速くパワーも強くすることでガーン、たくさんの筋肉を使うことができます。ふうふう、パワーとスピードがないから消費カロリーも少なくなって、使う筋肉も少なくなって、汗も出ないと、うん、そういうこともありますので、いつもよりも力強くガーンガーン、しっかり下半身の力を使って、ふうふう、足の力が使えるようになってくると、
非常に力強い動きが可能になってきます。ガーガーガー。はい、じゃあワンツーも同じようにバン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 、早く早く、運動で脂肪を燃やすためにはあんまり息が上がらないぐらいでゆっくりウォーキングするぐらいじゃないといけないみたいな書いてある時があるんですけれども、それっていうのは、正しくないんです。そうすると使われるエネルギーの量が減るわけですね。効率的には有酸素のエネルギーが使われるかもしれないんですけれども、全体の大きさっていうのがちっちゃくなってくると、それはあんまり意味がないことになってきます。ですからこういうちょっとインターバルトレーニングとかそうなんですけど、激しい動きとゆっくりした動きを繰り返すっていうのが非常に、はい、今度肩甲骨寄せて、肩甲骨寄せて、肩甲骨寄せて、激しい運動とゆっくりした運動、ダッシュとジョグを繰り返す、タバタプロトコルもそうですね。すごい激しい運動をやって、その後休憩して、またすごい激しい運動をして、これだと有酸素運動、無酸素運動、速筋、遅筋、全部使ってあげることができます。何か情報を見るときっていうのは、その一部にだけしかフォーカスされてなくって、全体の情報が載ってないときっていうの結構ありますので、そのあたりですね、しっかりと、確認しながら読み進めていってもらうといいと思います。どんな情報でも。はい、最後です。深呼吸します。この滝汗28分で体重が落ちた、痩せたっていう人が一番多いです。ですからタイムコンプリート、ぜひ滝汗28分をやって、ウェイトダウンしてください。以上です。